井戸の魔女は、イギリスの SF ドラマ、ドクター、風の第7シリーズ第9話。脚本は後に、字の女王を執筆する、ニール・クロス、監督は、プライミーバル第1章から第2章のエピソードを、監督したジェイミー・ペインが担当し、2013年4月20日に、BBC1 で、初放送された。本作では、異星人のタイムトラベラー11代目ドクターと彼の、 コンパニオンのクララ・オズワルドが1974年のカリバーン邸を訪れる。カリバーン邸ではアレック・パルマーと霊能力者である女子エマグレーリングが幽霊の調査を行っていた。ドクターは幽霊の正体が未来からやってきてポケット宇宙に囚われたタイムトラベラーであると気づき彼女を救出するために軸をかける。さらにドクターは ポケット宇宙に潜む奇妙な生物も空間からの脱出を図っていることを知る。井戸の魔女はドクター風のファンであったニール・クロスが初めて執筆した同シリーズのエピソードである。クロスはナイジェル・ニールの作品ザ・クアターマス・エクスペリメントとザ・ストーン・テープにインスパイアされ恐ろしい物語を執筆しようとした。井戸の魔女の ストーリーラインは舞台と登場人物の人数を制限されてはいるが、テーマ的に拡張され、パーバー博士とエマの恋物語と並行しても j ェーンスターの掘り下げがなされている。本作はクリスマススペシャルで、コールマンがドクターの新コンパニオンとして紹介されるよりも先に、第7シリーズ後半のエピソードとして最初に撮影され、2012年5月下旬に丸がむ、 カントリーパークとティンツフィールドで撮影が開始された。イギリス国内での視聴者数は661万人で、批評家からは一般に肯定的にレビューされた。本作でドクターは、メタベリス3のブルークリスタルを使用している。メタベリス3は3代目ドクターが、ザ・グリーンデスで、ブルークリスタルを回収し、プラネット・オブ・ザ・スパイダーズで返却した惑星である。ただし、その発音は、 クラシックシリーズから変更されていた。また、ドクターが言及したハーモニーの目は、ザベッドリー・アサシンで初登場した。ドクターが着用していたオレンジ色の宇宙服は、闇の覚醒、地獄への扉で初登場し、火星の水でも10代目ドクターが着用していた。脚本家、ニールクロスは、ドクター風のファンであったが、これまでエピソードを執筆する時間はなかった。 第7シリーズから就任した新しいエグゼクティブプロデューサーのキャロライン・スキナーは彼を知っておりエピソードの執筆を依頼した。彼は依頼を快諾した。エグゼクティブプロデューサー兼筆頭脚本家のスティーブン・モハットはドラマケージ・ジョン・ルーサーの制作指揮者であるクロスが参加することを喜んだ。プロデューサーはクロスの執筆した井戸の魔女を楽しみ、それを受けて 第7シリーズ第7話、字の女王の執筆も彼に依頼した。井戸と魔女の脚本執筆の際に、クロスはニュージーランドにいたため対面での制作はなかったが、撮影を見るために家族と共に、イギリスへ戻ってきた。クロスは9歳から12歳の頃に、ドクター風を恐ろしい番組として記憶しており、それゆえ特に同年齢の子供を対象にした、古い恐ろしい。 ドクター風のエピソードを執筆しようと考えた。彼はタイムトラベルと幽霊が交互すると考え、幽霊が時間の流れに囚われた断片ではないかと主張した。彼はサスペンスと緊張感の方が語話表現や血しぶきよりも恐ろしいと考え、それらを演出することを目指した。ザ・クワタアーマスエクスペリメントとその続編にインスパイアされたクロスは当初ドクターを バーナード・クォーターマスに合わせるつもりであったが、著作権上の理由で不可能であった。また、クロスはザ・クォーターマス・エクスペリメントの作者ナイジェル・ニールのザ・ストーン・テープにもインスパイアされ、1970年代を物語の舞台に選んだ。井戸の魔女は非常に小規模で非常に限定的な幽霊の物語として意図されていたが、もっと大きな展開にするよう依頼された。 元々の脚本にも異世界は存在していたが単なる煙と鏡として描写され、クライマックスの部分も仮場安定内で完結していたが、昼間の屋外と大体世界に変更された。曲がった生物のアイディアはクロスの想像の中から取り出されたものであった。怪物を具体化する必要があると感じたモファットの意見とエマと教授の愛を鏡写しにすることを考えたクロスにより、 あとに、怪物の恋愛事情が物語に追加された。カリバー安定のロケ地に使用された、ティンツフィールド・クロスは可能な限り少ないロケ地と少ない、キャストで物語を進めようと考えた。エマグレーディングの役を打診されたジェシカ・レインは、セットに到着するまで、ドクター・フーが何の団体であるか気づかなかった。また、制作の様子も彼女主演のドラマ、 コールザミット・アイフ・ロンドン女産婦物語と大きく違ったという。彼女はマット・スミスと舞台で共演したことがあった。クロス曰く脚本だけで登場人物たちの間にあるかなり複雑な関係の歴史を完全に呼び起こすことは難しかったが、レインとその共演者ダグレイ・スコットは自分の演じるキャラクターの背景を埋めるのに長けていたという。本作への出演の後、 レインは50周年記念エピソードアンアドベンチャーインスペースタイムでドクターフーのオリジナルプロデューサーバーティ・ランバートの役を演じた。井戸の魔女はジェナルイーズ・コールマンが初めてクララ役で撮影に臨んだエピソードでもあった。台本の読み合わせは2012年5月21日に行われ、撮影はそれから3日後の5月24日に開始された。 カリバー安定のシーンは6月にマルガムカントリーパークで撮影され、ティンツフィールドがロケ地に使用された。森のシーンは人工の霧を加えてウェールズのゲソンフォレストで撮影された。曲がった生物の動きは不自然な印象を与えるために逆再生が使用された。監督ジェイミー・ペインは撮影現場を訪れていたクロスの子供たちに怪物の感想を聞き、それが 十分怖いか否かの判断材料にした。本作には文化的リファレンスも含まれている。クララは教授とエマにゴーストバスターズと自己紹介しており、これは同名の映画ゴーストバスターズを指している。映画が公開されたのは本作の舞台となっている1974年から10年後である。ポケット宇宙の生物が離れ離れになったつがいだと、 気づいた時のドクターのセリフバーズ・ドゥ・イット、ビーズ・ドゥ・イット、イーブン・エデュケーテッド・フリーズ・ドゥ・イットは、コール・ポーターのレッツ・ドゥ・イット、レッツ・フォー・リン・ラブに由来している。また、ドクターは、アーサー・コナン・ドイルの小説で、シャーロック・ホームズに協力しているベーカー街、遊撃隊に研究しているが、実際には、パルマー教授が所属していた第二次世界大戦期の特殊作戦執行部のことであった。 井戸の魔女は、イギリスでは、BBC1 で2013年4月20日に初、放送された。当夜の視聴者数は500万人に達し、タイムシフト視聴者を合算すると合計で661万人に、上った。この数字は、その週の BBC1 の番組で、第6位であった。さらに、b b c i プレ、er、イヤーでは4月に153万、リクエストを記録し、同月に、 同サービス上で第6位となった。アプリシエーションインデックスは85を記録した。日本では放送されていないが、2013年11月23日から、ドクター風の第5シリーズから第7シリーズにかけての独占配信が、フールーで順次開始され、井戸の魔女は2014年に配信が開始された。本作は一般に肯定的にレビューされた。インデペンデントのニラ、 デブナスは幽霊屋敷と SF がうまく組み合わされていることを喜び、醜悪なエイリアンでも感情を持っているというひねりの効いた結末を称賛した。ガーディアン氏のダン・マーティンはゲスト出演者や雰囲気などこれから何年も語り継がれるであろうエピソードの特徴を持っているとコメントし演出も称賛した。しかし会話の一部には批判的であった。 デイリー・テレグラフのデイジー・ボーイサールは本作に星4つを与えた。ラジオ・タイムズのパトリック・マルケインも肯定的なレビューをしており、スミスの演技と物語の気味の悪さを強調した。彼はレインとスコットを称賛した一方、タイムトラベラーのヒーラ・タコリアは不十分に感じられ、結末の愛の物語を批判した。ザ・エヴィ・クラブのアラスデア・ウィルキンスは本作を A マイナスと評価し、 ドクターに関する繊細なヒントや演出の変化の仕方を称賛した。デジタルスパイのモーガン・ジェフェリーは本作に星4つを付け、クロスの先のエピソード、字の女王よりも流れが良く、複数のテーマを探求できたと評価した。彼は、物語がタイムトラベラーに帰結したことについては、肯定的であった一方、結末はしっかりとしているが、慣れているためそれまでの過程ほど楽しめなかったのかも。 知れないと感じた。イグンのマークスノーは本作に10点満点中8.4点を与えた。彼は狭い範囲でキャラクターに焦点を当てている点を高く評価したが、主流から外れたジャンルの回り道は完全には納得できず、不気味な設定を考慮しても驚くほどの程度の低さを感じたが、少なくともユニークなことを試みたと綴った。 SFX 氏のジョーダン・ファーレイは本作に星4つを与えた。彼は SF 要素があまりにも多くの答えを残しすぎていると感じたが、ラブストーリーとしては秀逸だと述べた。ドクトル・フー・マガジンではグラハム・キブル・ホワイトが肯定的にレビューし、シンプルに恐ろしいと表現した。彼は本作が最初の徹底的な幽霊物語であると述べて、素晴らしいと評価した。 また、彼は、幽霊の描写の仕方が魅力的だと語り、ニール・クロスの前作、ノの女王やメタベリス3の発音問題を超越した作品だと表現した。第2シリーズ、嵐の到来でも10代目ドクターとローズ・タイラーが、ゴーストバスターズ、幽霊なんて怖くない、と叫んでいる。日本語版では、鳥も蜂も飲みだって楽しくするんだ。ありがとうございます。